干渉に突入だー。ってわけでしばらくこちらに専念できそうなので、攻略を進めたいと思います。編成の紹介、最初はアーティスト、地蔵を使っていきたいので、研究力と働き猫財布レベル賞を使います。研究力のレベルが320だから、賞が入るだけで結構違うぜ。未来編第3章2本、いざ参らん。簡単といえば簡単なのでしょうが、制限がかかれば地獄の攻略になります。ユーザーランク上げまくってから企画考えるのはやめろ。基本はアーティストと地蔵の出しまくり、超激レアで唯一レベル20です。第2形態をうまく使えばありかもな。城を叩いて出てきたのはエイリワン3体、地蔵の範囲攻撃で一気に押していくぜ。それでもスコアは伸びない模様、どんどん行きます。初期で強い敵が現れない限りやることは変わりません。通過点なら簡単に済ませた方がスコアは伸びるからな。カバが3体現れた時点で絶望的ですが、ルーチンワーク、ルーチンワーク。これは縛りを緩くした時に再挑戦だな。それが難しいんですけどね、スコアは2点足りませんでした。どんどん行くぜ。スコアを伸ばそうと思ったらステージ幅も重要でな。あんまり長いと9000点取るのは難しいんだぜ。おまけに敵がわらわらと、少なくてもイナの環境で達成するのは難しいですね。縛りの関係で赤い敵の攻撃役のレベルを上げられないので、今後苦戦していく模様。一定や属性関係なしに DPS で勝負していきますので、お宝をしっかり取って備えます。取れるわけないが結果は、これで達成したらすごいよ。やっぱりどうにもならないものだな。で、箱のステージに期待、章が変わってから消費する統率力も高くなりました。足の速いキャラは狂乱の猫ですが強くないので、アーティストと地蔵のコンビが鉄板です。強さはレベル20クラスだから移動速度が一番のネックだな。猫感を集めるのも大事なので、スコア報酬は取れるなら1回で済ませたいところ。なんだか苦戦してないか。わわってエイリワンがたくさん出てきたよ。やっぱり難しいものですね。黒キャス出してる時点でもう間に合わないんだけどな。下のスコア報酬だけいただきました。どんどん進めていきます。トレフェス期間中に攻略を進めてるので、お宝収集が一番の目的ですが、スコアも上げておきたいところ。なお現状かなり難しい模様。ゴマ様相手に苦戦するくらい弱いです。立ち止まった時点で失敗です。お金がどんどん貯めていくところを見ると、今回も無理ですね。レベル解放と新キャラ投入が速攻の基本だぜ。優先度はお宝回収が先だから、とにかく勝つことが大事なんだよな。勝たせていただきますとも、スコアはともかく最高のお宝ゲット。どんどん進めていくか、今現在統率力満タンで500だから、回れるステージ数は限られてるけどな。これはステージ幅が狭いですな。ワンチャンあるかもしれないからとにかく攻略、ユーザーランク上げるとレベルの上限を上げることができるようになるから、攻略難易度は一気に変わります。カーバちゃんが出てきたから雲行きが怪しくなってきたな。ここも無理なのでしょうか。もうこれは条件が緩いことを願いましょう。お宝だけでもゲットしておきます。黒キャス出したから取れない模様。って思ってたら猫缶10個ゲット。さらにお宝最高いいね。ではどんどん進めていきます。ステージ幅は狭いですが、やっぱり敵次第なのでスコアは期待できません。最初からゴマサーマンかよ。2章と比較しても出現する敵の種類が早熟だな。殺意のワンコも結構強くなっています。おいおい押されてないか。力ずくで押し返します。ただいま画面中央で膠着状態。非常にまずいですね。ゴマサーマンってこんなに強かったか疑問が浮上。もう黒キャスで焼くしかねえな。この時点でスコア報酬は諦めなきゃいけない寂しさ。しかも結構しぶとい。こちらのレベルが基準より低いのが原因だぜ。なんとか倒せてお宝に期待だな。ところがまた出てきて長期戦になりそうな予感。ですが外れて粗悪ですがお宝ゲット。進捗としてはいい方だよな。私はそうありたいと願ってます。アーティスト出せるようになったらすぐに出します。足が遅いので接敵まで時間がかかるのと、地蔵の資金が溜まったら足並みを揃えることができるためです。一角くんが見えてきたから魔女を出すんだな。後出しですが問題はないと思います。早くも姉さんのお金が溜まりました。しかし一角くんの数は増えた模様。おいおいどんだけ出てくるんだよ。
悪夢ですが妨害に頼りたいと思います。さすが姉さんいい仕事します。魔女も結構頑張ってるぜ。あとは攻略するだけだな。お宝ドロップお願いします。スコアもいただいて普通のお宝ゲット。次は問題があったステージだぜ。ドイツ、はっきり言って難しいです。普通に攻略する分には問題ないんだけどな。敵を倒せるキャラのお金の準備ができるかどうか。豚野郎を見た時は安心してました。ルーティンワークで済みそうでよかったー。でもそれは覆させられます。地蔵も準備できて一見問題ないように見えるが、ガガガガガで出来上がった。攻略方法の見直しが必要ですね。この時、わーいお金が向こうからやってきたーって喜んでたんだよな。倒せると思ってたんです。危なくなったので攻略方法を切り替えましたが、ステージ中央で膠着狙いは通用しませんでした。気持ちをされたが黒キャス出すための資金が集まりつつあるじゃねえかー。レジガの登場で難しくなりました。あと少しあと少しなのですが、ワーニックがそれを許してくれません。出だしに失敗したため早くもピンチになっています。これくらいの危機は過去何度も経験してますが、どんどんやってくるんですよ。姉さんで一気に焼いてやると思ったのですが、その頃にはレディガの有効射程圏内、攻撃は当たるのですが対処ができずジリ貧。これって倒せるの？と思いつつ攻略を続行。結果負けました。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次回に持ち越しです。